カテリーナ・サケラロプルはギリシャの政治家、裁判官。2020年3月13日に大統領に就任した。ギリシャ初の女性大統領である。1956年5月30日にテッサロニキに誕生し、1978年にアテネ大学法学部を卒業した。1980年代からギリシャの行政訴訟の最高裁判所にあたる。 国家評議会に勤務し、1989年から1990年までパリ第二大学で学んだ。2018年10月からは女性として初めて国家評議会の議長を務めた。憲法や環境法を専門とする。2020年10月9日、撮影2020年1月15日に、三尾をたき首相は、サケラロプルを ギリシャの新たな大統領候補として発表した。1月22日のギリシャ議会における大統領選挙では、与党、新民主主義党のほか、野党、旧審査派連合などの支持も得て、国会議員300人中261人が賛成し、サケラロプルは大統領に選出された。3月13日に議会において、ギリシャ正教会大主教立ち会いのもと、 就任宣誓式が行われた。2019新型コロナウイルス感染拡大を懸念し参列者は大幅に減らされ、翌日に開催予定の就任祝賀式典は中止された。ギリシャはヨーロッパの他の国々と比べて正解に女性が少なく、欧州ジェンダー平等研究所が発表するジェンダー、平等指数では最下位となっていた。今回のサケラロプルの大統領就任には、 こうした批判に対抗する意図もあったと見られている。なお、ギリシャでは政治の実権は首相が有しており、大統領は儀礼的な存在である。父親のニコラオス・サケラロプロスも裁判官であり、ギリシャの民事、刑事訴訟の最高裁判所、アリオス・パゴスの副長官を務めた。サケラロプルは離婚しており、現在はパブロス・コゾニスという弁護士の男性とパートナーの 関係にある。また、元夫との間には、にオびという娘がいる。コツニスと、にオびは共に3月13日の宣誓式にも出席した。ありがとうございます。